あつ森絵巻。源平の合戦で平敦盛の死後、その遺児が法然上人に育てられ、母、さらには父の霊と対面を果たすというおとぎ草子、小敦盛の世界を描いたものです。一ノ谷の合戦に敗れた平家軍は、沖に待つ船に乗って敗走を始めるが、平敦盛はそれに乗り遅れ、一人馬を海へと乗り入れて必死に船を追っていた。武功を狙う熊谷の直実がそれを見つけて呼びかける。右輪の方に漂いた毛は大将軍と見立て祭り候。政能も敵に後ろを見せたもうものかな。これを聞いた敦盛は静かに馬を引き返し、右輪で直実と組み打つが、ほどなく組み伏せられてしまう。敦盛は、さてはこれなる笛とこのひたたれ刀は我がゆかりのものとて、もしあらば伝えよと片身の品を直実に託し、直実の手によって首を切られた。敦盛と同じ年頃の息子を持つ直実は、この一件から世の無常を思い知り、出家入道して法然上人の弟子となった。そして折につけ、敦盛から預かった品々を取り出しては、これを伝えるべき人に出会えぬことを嘆いていた。さて、敦盛の妻は月満ちて男児を出産したが、平家の血を引く子供と知られて殺害されることを恐れ、泣く泣くその子を捨てる。折しもそこへ法然上人の一行が通りかかった。上人これをご覧じて、絹に包み刀を添えて捨てたるは、いかさまただ人とは思えず、助けよとのことにてぞあるらん。法然上人はこの子を連れ帰って目の戸をつけ、子供も利発に育ったが、ただ一つ父母のいないことを嘆き、八歳になった頃、その悲しみのあまりに湯水も飲まず半死半生の容体に陥る。これに驚いた商人が説法に集まった人々に向かって事の次第を話すと、中から敦盛の妻が名乗り出て、親子の対面が果たされた。また敦盛の形見を保持している直実のことを思い出した商人の配慮により、直実もその場に呼び出された。熊谷入道を喜び取り出し申しけるは、さればこそこの若君、さながら敦盛の御面影に二枚らせ総来つると申せし、まさしき御ゆかりにて渡らせたまいけることよ。敦盛の形見の笛とひたたれを前に、一同は涙にむせぶのだった。さて、父の形見を手にしても、若君の父親志望の念は募るばかりで、ある時鴨の明神に参籠したところ、摂津の国生田の小野に行くようにとの啓示があり、若君は一人で一ノ谷へと赴く。雷鳴のとどろく中、そこに立つ御堂を訪ねると、男が中に上げてくれ、若君はその男の膝を枕に眠った。その若君の夢の中に現れたこの男は、自分が父であることを明かし、たもとに一種の和歌を書きつける。
まれに会う、夢は覚めても儚しや、うつつに帰る身にしあらねば。若君が目を覚ますと、そこはただの荒野で、苔むした白骨が残っているばかりだった。若君はそれを首にかけて都へ戻り、やがて出家。同じく入道した母君も、滅亡した平家一門の菩提を弔う日々を送ったのだった。